ライズワールドシリーズ2021大阪ツー丸善インテックアリーナ大阪から生中継でお届けしています。第5試合はフェザー級の一戦です。現在フェザー級チャンピオンは工藤正秀。さあそのチャンピオンを狙いに行くのは一体どっちでしょうか。ランカー同士の対戦です。5位の宮崎修斗、そして6位の梅井大成の顔合わせとなりました。さてアベマの放送席、ここからは直樹さんにも加わっていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ直樹さん、フェザー級の、まあ、タイトルをこれ占う意味でもですね、非常に重要な一戦ですよね。そうですね、かなり勝った方が挑戦者の有力候補になりますよね。梅井選手も3連勝中で、はい、宮崎選手もディープキックのチャンピオンとって、さらにこの間ね、期待されている奥平選手にねしっかり勝ったんで土をつけましたね。そうですね、本当にこの勝った方が、まあ、最有力候補になるんじゃないかなっていう感じはしますね。お互いにベルトのことは意識していると語っています。さあサバイバルマッチとなります。試合開始のゴングです。さあ試合スタートになりました。宮崎選手が今日オーソドックスに構えてますね。そうですね、いつもはサウスポーなんですけども。そうですね、なんか入りはオーソドックスで構えてるんで、なんかちょっと意外でしたね。はい、これ驚きです。サウスポー同士の対戦と見ていたんですけども、でオーソドックス、あやはりサウスポーに構えてくるでしょうか。出てくる宮崎、黒いトランクスです。さあ上村さんはこの一戦どう見てますか。そうですね、やっぱり梅井選手の前回の山川選手の試合がめちゃくちゃ良かったので、はい、で山川選手も以前の対戦した選手もサウスポー で、で梅井選手がそのサウスポー相手にカーフを、ね、狙うのがすごく上手だったので、はい、まあ、シュートは今回一旦ちょっと大外に構えてみようかなみたいな感じだと思うんですけど、はい、まあ、どういう展開になるのかめちゃくちゃ楽しみです。そうですね、一つ前の試合山川戦では KO 勝ちを収めました梅井です。今紫のトランクスを履いています。前に出方を伺います。第1ラウンドです。プレッシャーをかけるか宮崎。宮崎選手もローキック得意なんで、はい、これですね。そうですね、かなり強いんで、サウスポーに構えてローキックの蹴り合いになるかなって感じしますよね。一瞬顔面パンチを捉えました。おっとバランス崩しました。ローキックを武器にしています宮崎です。左打っていく、はい、そして右です。ハイキック、ダメージかなりありますか。かなりあるですね、あと1分ちょっと危ないですね。さあ梅井が一目に行く、ひらさあどうだ、梅井が一目に行く、一目に行く、なんとかしのぎたい宮崎。あと1分、あと1分、止めた、止めました。梅井大成のツーラウンド勝利。梅井選手これ2試合連続で1ラウンド KO するそうなりますね。さあベルトが近づいてきたか、梅井大成ただいまの勝利。素晴らしいハイキングでしたね。タイミングバッチリ、はい、ちょっとタイミングずらしましたよね、左ハイ、はい、少しフェイント、ミドルのフェイントをしながらっていう感じのちょっとタイミングずれた感じだったんで、はい、宮崎選手もちょっと持って少し遅れてきた感じしましたね。ちょっと時間差があったと言いますかね、なんとなくそういう感じしましたね。こちらてっぺん陣営です。那須川天心の姿もあります。すごいですね、今まで KO したことが梅井選手なかったのに、前回1ラウンド KO して今回も1ラウンド KO って2連続で KO すごいですね。何か掴んだんですかね。かなり進化してるんじゃないですかね。はい、いや福井さん、はい、お話伺う間もなくですね、いやちょっと今ってしまいました。取られちゃって、本当に綺麗にこんな綺麗に決まるんだっていう、すいません、出城が少なくて申し訳ありません。いや全然です、すごいかっこよかったですね。いや左ハイキック鮮やかでした。でも少しこうタイミングずらしたっていうのは直樹さん、あれは意図的に狙ったもんなんですか。いやなんか意図的に狙ったんじゃないかなっていう感じします。ちょっとリプレイ見たいんですけど、はい、じゃあすぐご用意しました。やっぱそうですね、なんかミドルキックを打つ感じでちょっと抱えてからクックっていうちょっと遅れてきてますよね、はい、浴びせ切れみたいな感じなんですかね。ちょっと縦蹴りというか、ブラジルやっていくのもいいんじゃないですか、ね、少し遅らせてますね。コメントをいただきたいと思います。なんかちょっと
拷問なんで、シュートはちょっとめちゃくちゃ悔しいんですけど、そうか、上村さん拷問でした。皆さん、でもやっぱりそれ以上にね、メッセージ、こんにちは、チームてっぺん、梅大生です。今日は、東京の方まで、あとちょ東京から、大阪の方まで応援に来てくれた方々、そして地元の大阪の方々、本当にありがとうございます。皆さんの応援があって今日の結果があります。で、いつも僕のために時間を使ってくださって、朝早くから、練習してくださった会長、そしてチームてっぺんのみんな、天心、岡本さん、本当にありがとうございます。そして宮崎選手、ありがとうございます。本当に宮崎選手は強い選手で、宮崎選手は僕を成長させてくれたと思います。だからこの結果が今日ついてきたと思います。はい、ありがとうございます。まあ今日は僕にとってほんまに特別な日で、はい、で、何が何でも勝ちたかったんで、まあ今日こういう結果で1ラウンド KO 勝ちで、僕ライズ来て4戦4勝で2連続 KO 勝ち、伊藤代表どうですか？インパクト的にはもう申し分ないと思うんで、僕タイトルマッチ次組んでください。はい、自分は今の現チャンピオン工藤選手に、勝つ自信あります。そしてベルト取るなら、工藤さんから奪いたいなと思ってます。で、天心ももうすぐキックからいなくなって、まあ、それまでに自分はベルトを取りたいっていうのがほんまにあるんで、天心一緒にバナン乗りたいよな俺と。まあそういうことで、いい返事を待ってます。お願いします。今日はありがとうございました。後半の試合も楽しんで帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度、いや上村さん、まあ同門の宮崎が敗れましたけども、でも悔しいぐらいになんかマイクもバッチリでしたね。なんか試合後の畳みかけも見事でしたね。はい、バッチリです。